<laughs> お触り禁止。ッ <laughs> みんながそばにいる <laughs> さッきッッ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 ッたのかいやッッ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 の残骸から何かを探そうとしていただけだそうなのか…そういえば旅人もよくそうやって探してるよな 混沌の装置とか混沌のカイロとか少なくともそのような平凡なものではない俺がこの近くを調査していたのはアビスの魔術師がこの遺跡を頻繁に出入りしていたからだ奴らは遺跡守衛の残骸からある特別な貴重品を探しているらしいそれを遺跡へと持ち帰ろうとしているようだしかし あの様子を見るにまだ見つかっていないようだなじゃあどうしてさっき捕まえて詳しく聞き出さなかったんだもちろんあんな奴らに慈悲を施すつもりはないただこのことはアビス教団にとって何か重要な意味があるような気がしてなその真相は拷問程度で吐くようなものではない言い換えればアビスの魔術師は 拷問などをはるかに超えた恐怖に直面しているのだろうななんか鳥肌が立ってきたぞここで時間を無駄にはできない先に進もう 散り <laughs> となれ<ぎま>判決を下す 動きも活発みたいだなアビスの魔術師が潜伏してる場所に遺跡守衛もいるのはただの偶然かこの世に偶然などない全てははるか古にしにまかれた種によるものだあの酒場で貴様が現れたのと同様に時間はその種を芽生えさせる要素でしかない気にする必要はない アビス教団と遺跡守衛の関係ももちろん偶然によるものではない同じ樹木より生えた枝と言ってもいいだろう樹木枝それって奴らは皆500年前に滅びた古国カーンルイヤで誕生したんだえカーンルイヤだってそうかアビス教団と遺跡守衛は。 カンルイアが滅びた後の残党だったってことかでもカーンルイアってすごく古い国の名前だぞあ、そうだ旅人にも説明しなきゃなカンルイアっていう国は記憶でもあの国は500年前に滅びてるんだぞ ふん、人は誰しも秘密を抱えている貴様が俺に深く聞かなかったように俺も貴様のことを深く聞くつもりはないしかし貴様に話す意思があるのならば聞こう貴様が見たカーン・ルイヤとはどんな光景だった あの時の話に、そんな経緯があったのか。オイラはてっきり、話の始まりは見知らぬ神との遭遇からかと思ってたぞ。ふむ。この世界に来た時、隕石の中から妹に呼び覚まされたのか。どうやら、妹さんの方が先に目覚めてたみたいだな。どれくらい先だったかはわからないけど。 そして貴様の妹はカーン・ルイヤの滅亡が天変地異を引き起こすと言い,い一緒にテイワットを去ろうとそう言ったのだなカーン・ルイヤの滅亡本当にそんなことを貴様たちが経験したそれは500年前の出来事だどうやらこの世界で初めて目覚めたのもそれと同じ時期のようだな つまりお前の妹さんは先に目覚めてたからこの世界のこともお前より知ってたってことかそしてその後見知らぬ神によって貴様たちの行く道が阻まれたとその話ならオイラも聞いたぞそうか貴様が目覚めた時カーン・ルイヤという地名については何も知らずただ急いでこの世界を去ろうとした しかし今、テイワットを少しずつ知っていくうちに、あれがカーン・ルイヤが滅亡した戦いだと考えるようになった。そうだな。そういえば、旅をしている間、古い書物をたくさん調べてたよな。モンドやリーユへの各地で集めた書物に対して、あまり役に立たないとか言ってたし、何か探してるようだったけど。 それって妹さんを探すためにカーンルイヤについて調べてたんだななるほどな七神を探したいなら七国を巡ればいいけどカーンルイヤは500年前に滅亡したから今はもうなくなってるもんなカーンルイヤについては俺の方が詳しいだろう は神は死んでも去ってもないただ最初からカーン・ルイヤの歴史には存在しなかったあれは人類によって建てられた強大な国であり人々はその輝かしい繁栄と文明に誇りを持っていた神が存在しない国そして貴様の記憶にもあるように 全てが神によって滅ぼされた。それって。500年前、神々が降臨し、カーン・ルイヤを滅ぼした。人類の誇りも、雑草のように神々の庭から駆除された。そんな、歴史の本にも載ってないぞふん。 このまま過去のことを話しても気がそがれるだけだろう。まずは先に進もう。貴様が知りたがっていることは進みながら教えてやる。 術師がいるぞさっき遺跡守衛は全部カーンルイヤから来たって言ってたよなそれってカーンルイヤには守らなきゃいけない遺跡がたくさんあったってことかいや遺跡守衛という名は現代人がその印象から勝手につけたものだ500年前の人々はそう呼んでいない 現在は遺跡守衛などと呼ばれているが当時のカーンルイヤでのコードネームは「幸運期」だ「幸運期」変な名前だな貴様たちが考えているものではない「幸運期」とはあくまでもコードネーム当時のカーンルイヤ人は兵器にコードネームを使用していた 土地は農具で耕すものではない鉄と血で争奪するものだこの理念をもとに幸運機が誕生した鉄と血で土地を争奪カーン・ルイヤ人が言う土地ってなんだか不穏な雰囲気がするな、うんカーン・ルイヤが滅亡した今主を失った幸運機は制御不能になった 長い時をさまよいこのテイワット大陸に点在している他の滅びた文明と共鳴するかのように古代遺跡の中をただたださまよっているなんかかわいそうだこれ以上深く話しても貴様たちには何の意味もない何はともあれ 今のやつらは脅威だ全て片付けた方がいいだろう火炎よ燃やし尽くせガ王帝君のために判決を下す 全力攻撃うん,んアビスの魔術師の体から出てきたこの呪風もしかして何かのメッセージかふん,ん…この気配アビスの使徒と関係しているようだなアビスの魔術師から出てきたということは。 やつら,らの行動に関わる内容が記載されているのだろうでもこの文字全然読めないぞ「アンルイ野」の文字なのか敵の信仰を巻きとし崇高なる姫様に栄光の火をともさんそそれがメッセージの内容か!?「運命の食器」「原書の計画」 どうやらアビスどもはある計画を実行しているようだそしてその鍵となるのが運命の食器まだ初期段階のようだがいろいろと試行錯誤をしているようだ運命の食器えー、っと運命を折る機械ってことか確かにあの不気味な遺跡 見るからにその計画と関係がありそうだなダインメッセージには他に何が書いてあるんだ今読んでいるふ複雑で理解できない部分もあるが狂気に満ちた計画であることは確かだどういうことだ一言で言えば計画の初期段階は渦の魔人オセルと関係している渦の魔人 あの海の中にいる魔人だよなでもオセルに何をしようとしてるんだろうその事件については俺も知っているアビス教団が流災でやったこともな結果を見れば貴様たちはすでにアビス教団の計画を一度阻止したことになるこの前は神の眷属で。 今回は古の魔人かうーん標的がどんどん大きくなってるぞアビスは今回もトワリンの時みたいに騙したり魔術を使ったりしてオセルを腐食させようとしてるのかいやこのメッセージによれば今回の計画はさらに進んだものだ精神の改造に限らず。 高音機を製造する技術により、オセルの肉体を改造しようとしている。そ、そんなことできるのかまさか、アビス教団の奴ら、究極殺人兵器、機械魔人イカを作ろうとしてるのか今となっては、カーン・ルイヤの文明を知る者は少ない。それがどの程度のものか判断するのも難しいだろう。 だが、アビス教団がカーン・ルイヤの失われた文明を追い求めその意志と執念だけで動いていることは確かだどうやら汚れた逆さ心臓をもとにオセルの体を機械魔人に改造するとこのメッセージには書いてあるそして最古の幸運期の目は心臓の手のひらにあるエネルギーの新たなコアとなるようだ 最古の幸運期の目、はあおいらわ分かったぞアビスの魔術師がずっと探してたのはそれだなそうだ話がどんどん複雑になってきたなでもやっぱりあの不気味な七天神像と関係があったってことだなああ メッセージによればその目を汚れた逆さ心臓の手のひらに置けば天空の島にあるカムクラを揺るがす力を新たに誕生した魔人に与えることができるうんこの計画スケールが大きすぎてわけがわからないぞでも、 この幸運期がどこにあるのか誰もわからないんだよなだったらまずは心臓から調査してみるのはどうだああ金融野郎はいつも場所を転々としてるからセピロス教会に聞いた方が早いだろうな何かわかるかもしれない大聖堂か <laughs> ドイン どうかしたのか気にするな、先を急ごう